ここにいた佐藤君と斎藤相馬が2人でギョッとするって、え、畑野さん、え、みたいな、メイク落ちますよっていうねメイクさんに仲間は怒られながらねその後にね、トリガーが出てきて、うんうん、でトリガーのその3人の絆とかもあって、で、ね、もううちの佐藤も泣いたりとかね、いろいろ、畑野さんも泣いたりとか、ね、相馬も泣いたりとかする姿を見て、僕あんまり相馬がその舞台上で泣いてる姿とかも見たことがなかったから、僕らもないよ、うん、あそこで見て、リユニオンの時かな、ね、2回目の時だよね、そうそう、びっくりしたもん、タクちゃんとびっくりして、えっと思って、わーってやったら、これね、本当、たまたまなんですよ、たまたま作中のトリガーの行動と同じになったんですよ、2人がね、そう、天が泣いてるのをこう、天が泣いている涙をガクとリュウがその隠してあげるっていう。この姿をその SNS でね、上げないでくれみたいなことをその作中で言ってたんですけど、別にそれをなぞろうとしたわけじゃなくて、たまたま同じ行動しちゃったんですよ。だから本当その姿を見た時に、この3人の絆すげえなっていうか、あ、もう絶対に切れることはないなって思って、もう僕もだからもう裏でこの後アイナラもまた出ていかなきゃいけないんですけど、うん、泣いちゃってそうだったんだ感動してくれてたんだよ。それがいいな。で黒も